この動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は遠藤航選手のパフォーマンスに対する現地の反応や監督、同僚のコメントをご紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。日本時間10月5日に開催されたプレミアリーグの第7節でクリスタルパレスと敵地で対戦し、開始9分にディオゴ・ジョタ選手が決めた先制点を守りきり、1-0で勝利を飾ったリバプール。そんなこの試合でカーティス・ジョーンズ選手と代わって88分から投入された遠藤選手は、わずかな出場ながらもらしさ全開のプレーを見せ、89分にはクリスタルパレスのカウンターになりそうなシーンでスライディングタックルを敢行、見事ボールを回収し味方につなげ、実況を務めていた倉敷氏からは遠藤ナイスタックルとのコメント。また解説の戸田氏は、今の遠藤のタックルは価値がありますねと絶賛。94には相手陣内でのボールキープからボールキックになりかけたところを相手選手に押されて倒れると同時にパンチングでうまくスローインにしており、頭脳プレーも見せています。そんな短い時間で存在を証明した遠藤選手には、スロット監督も名指しで賛辞を送っており、試合後の会見で、このチームで最もポジティブなことの一つは、試合終了の5分前に代表チームのキャプテンなどのビッグプレーヤーが出場するということだと話し、こう続けています。私は時々あるクラブや他のチームで、俺を5から7分しか使わないのかというような選手を見かける。だが遠藤はボールの扱いがうまく、セカンドボールを奪ったことなどを見れば、彼はたった7分間でとても良いインパクトを残した。これはチームの結束力について多くを物語っており、渡る遠藤という人物についても間違いなく物語っている。5分しかプレーしていないのにあのパフォーマンスを見せたことは、人としてだけでなくチームの結束力についても多くを物語っている。またキャプテンのファンダイク選手は TNT スポーツのインタビューで、代表活動期間前に勝利で終えることができて本当に嬉しいよ、特にボールを持たれることが多くなった後半の終盤での綿の守備は勝利を語る上で重要なシーンとなったと、こちらも遠藤選手を絶賛しています。では次に現地海外の反応をシーン別にご紹介していきます。カウンター阻止のタックルのシーン、遠藤航、なんというスライディングタックルだよ。遠藤のあのタックル、おお遠藤、これは華麗だ、ブリリアントだ遠藤、重要なタックル、その前にはヘディングでも競り勝っていた。遠藤はほとんど出場時間を得てないのに、またしても実力を証明している。彼が大好きだ。遠藤は20分前に出場するべきだった。遠藤がボールを奪い返した時に分泌されるドーパミン、相手陣地コーナー付近でボールキープからゴールキックになりそうな場面を神の手でスローインにした場面、あはは、遠藤の明らかにハンドだった。フーパー主審が見逃した。遠藤は抜け目ないわ、あははは、遠藤は天才だった。遠藤が大急ぎでゴールキックじゃなくてスローインにしてくれた。今すぐ彼に新しい契約を。マジか。遠藤がスローインにするためにハンドしたのは天才的だった。遠藤のあのハンドはワールドクラスの時間稼ぎだ。遠藤、お前はずる賢い野郎だな、あははは。遠藤はうちが必要としてる狡猾なプレーを持っている。うちには彼を売らないでほしい。遠藤航、君は絶対的なヒーローだ。試合終了後、遠藤の短い出場時間でのこのパフォーマンス、遠藤航、試合終盤の10分間で試合を締める圧巻のパフォーマンスでマンオブザマッチだわ。遠藤航は控えの守備的ミッドフィルダーの代わりは不要であることを証明している。途中出場して相手のプレーを止めている。すごい選手だ。遠藤航、俺はリビングで立ち上がって、この短い時間でのパフォーマンスに90秒間ずっと拍手したよ。遠藤航が大好きだ。素晴らしい5分間のプレー。ボックス付近でウィル・ヒューズに対するタックルは見事だった。よくやった。遠藤は5分間で45分間のソボスライよりも多くの仕事をした。遠藤が試合を少し変えたように思う。スライディングタックルがとてもクリーンで惚れたぜ。遠藤の短い時間での圧巻パフォーマンスに称賛を。7分間の遠藤の頑張りに感謝だ。途中出場して彼の18番であるスライディングタックルを決めて、
デュエルに何度か勝ち、ボールをコーナーにした。クオリティが高いわ。遠藤はリードを守るための途中出場するのが非常に合っていると思う。彼が出場時間を得て嬉しい。うちが 3-0 でリードしていたらもっと良かったが、よくやったよ。スロット監督は真っ赤に変わって遠藤を投入すべきだった。うちは中盤の支配力を失ってしまった。ジョーンズと祖母はプレースタイルが同じだ。選手は王者のようにプレーする必要があるが、それをしていない。主にソボスライとジョーンズが十分に仕事をしてないからだ。遠藤はその二人よりも上だ。遠藤はもっとプレーする必要がある。遠藤は途中出場してブリリアントだったと思う。重要なスライディングタックルを決め、前向きにプレーして一度もミスをしなかった。彼を1月に手放すのは正気の沙汰ではない。彼はエリートのメンタリティを持つ堅実な選手だ。スロット監督が遠藤をあまり評価していないのが気に入らないわ。彼は昨シーズンものすごいパフォーマンスを見せた。特にシティやアーセナル戦でね。もっと活用するべきだ。遠藤は出てきてボスだった。本当にミルナーのようなパフォーマンスだ。スロット監督は彼を少し過小評価していると思う。彼はダブルボランチでしっかりと仕事をこなすことができるのは間違いないよ。この試合のハイライト、遠藤がボールにパンチして外に出してスローインに、それからパレスはファウルスローをした。あははは。彼がボランチにいる方がジョーンズよりもはるかに安心できる。遠藤航が短い時間で彼が貴重な控え選手である理由を示したと思う。重要なインターセプトを何回かして試合を締めくくる際に中盤に少しの落ち着きや経験を加えた。もしスロットがまだ遠藤をベンチに置き続けて最終的に彼を売ることになったら、もう何と言っていいかわからないよ。今日ピッチに立っていた他の何人かの選手より彼の方が良かった。また日本のファンからはスライディングタックルでボールを奪い返したり、パス出していつもより前目に走ったり、スロットのスタイルに変わりつつあるプレーを感じました。短い時間で自分のプレーをしっかり表現している印象で、さすが我らがキャプテンだと感じました。スロットがコメントしたのも納得です。これからクローザーで出るにしろも、うちょっとプレータイムもらえるのではないかと感じました。どれだけの人がこの試合を見ていたか知らないが、この試合の遠藤はいつものスタイルと全然違っていた。ブロックやタックルが次の攻撃につながるものだったし、無意味なバックパスもなかった。遠藤も確実にチームにフィットしていこうとしているし、監督もそれを含めての賛辞だと思う。シーズン通して考えると本当に遠藤は必要だろう。ボランチ2人が怪我なくフルでずっと出続けられるわけがない。大工からの信頼も厚そうだし、常にタフに全力見せる遠藤かっこいいわ、などの声が寄せられています。遠藤選手の日本代表でのプレーぶりにも注目が集まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。